ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、皆さんこんにちは。伊藤圭介のヘイウエスタン始まりました。伊藤圭介です。はい、こんにちは。平野大作です。大作さん、2月22日、はい、金曜日ということでですね、はい、よく考えたら2月29日は今年ないんで、うん、そうですね、2月最後っていう、2月最後の放送ですね。そうなんですよ、うん、早すぎちゃっては早い早い。そう、もうね、もうなんかですよね、今週あたりは水曜日なんかもうすごい暖かくて、はい、うん、ね、なんか場所によってはね、4月の終わりから5月の上旬ぐらいの暖かさということで、はいはいはい、何ヶ月先行っちゃったんだろうみたいな感じで、ね、うん、でなんか洋服もほら、うん、なんか着ててもなんか暑苦しいなという感じになったりね。何着ていいか分かんなくなっちゃう。いや、分からないね、本当、うん、そうですね、うん、とりあえず着てて脱げるものっていう感じしとかないと、はい、うね、うん、もうどうにもなんないんですけど、うん、ちょっとほらズボンの下にこう履いたりするのも、はい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 、私も冬場ずっと履いてるんですから、履いてますね。結構暑苦しい感じになるけどでもそれで一旦外に出ちゃうとなかなか脱げないし、そうそうそう、脱いだ後のものをどこにしまおうかなっちゃうから、うん本当に、ね、ね、ちょっと恥ずかしいじゃないですか、あんなものは、うん、ということで皆さんも本当にまだまだ寒い日も来るかなっていう。そうですね、油断してるとね、油断してるとね、うん、危ない、ね、気をつけていただきたいと思います、うん、さあ、それでは2月22日2月最後の放送を始めます。この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソエルフラワーズの提供でお送りします。ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。まあちょっと暖かい日がっていう話をしましたけれども、はい、結構ね、うん、私の実家の、はい、伊豆ではですね、うん、伊豆ではというか自分の家のとこなんですけど、うん、梅結構咲きましたね、やっぱりね。ああ、そうですね、はい、梅いいですね、いい香りもしてね。そうですね、うん、で河津桜もあるんですよ、植えたやつが、はい、まだひょろひょろっとしたやつなんだけど、はい、去年ちょこっと咲いたんですけど、はい、今年この間咲きそうだなと思ったんだけど、うん、1週間何も変化がないっていうのが続いてこれやっぱり暖かくなる日とそうでもない日があるから、あ、咲きかけてまたやめちゃうみたいなって感じか。そう、あそこ、うん、あのサナロコンにもあります、あ、河津桜。サナロコンのところもあるんじゃないかな。結構なんかもう朝ね、ちょうど通勤の時通るんだけど、うんうん、はいはい、結構咲いてるね今。あ、そうですか、うん、あのね、多分ね河津桜だと思うんですよ、はい、うんうん、で河津桜って結構有名になったので、はい、苗木とかあちこちにやっぱり皆さん植えたりとかして、うん、はいはい、でそれがちょっと前からや、うん、始まってるからもう割と大きい木あったりとかもするんですよね。あの伊豆、私伊豆市がふるさとですが、はい、隣の伊豆の国市、うんうん、まあ、この辺りの方は全く分からないと思うんですけども、まあ、ね、あの伊豆市というのは、うん、あの修善寺を含めた4町が一緒になったところで、はい、伊豆の国市というのは修善寺の北隣の旧大人町、うん、はい、大人町と韮山町と伊豆長岡町が一緒になって伊豆の国市って生まれたんですけど、そのね、大人町の伊豆の国市の大人町のところの鹿野川沿い、はい、あのすごい岩山があるんですよ、やっぱ樹王の一つなんですけども、城山っていうね山があって、はい、それは鹿野川沿いなんですが、うん、その鹿野川挟んだ反対側の堤防のところに、うん、桜並木があるんですけど、そこはもうね咲いてる、あの結構濃いピンク色の、はいはいはい、だからこれも河津桜系のものかなと思うんですね。河津桜と土井桜と熱海桜とあって あるんですね。そう、うん、で熱海桜っていうのはどうやらイタリア人の方が昔明治時代なんか江戸時代、明治時代かな、なんか熱海持ってきて植えたのが始まりって言われてる熱海桜だから、イタリアに行くとその熱海桜の兄弟が、うん、いる、 いるらしいよ。イタリアではなんて呼ばれてるんですかね。何桜なんですかね。なんだろうね、それもすごい気になるんですけども、うん、そう、土井桜もちょっと河津桜とは違うんだよね、はい、で土井桜の方が少し早いんですよ、う
で、土肥桜が植えてある伊豆の土肥町のですね、旧土肥町の、はい、松原公園という公園がありますけど、うん、そこには河津桜と土肥桜と両方植えてあるの、はいはい、それで全部木に札がついていて、はい、これは土肥桜、うんうん、これは河津桜と分かるようになってるんですね、うん、そうしとかないと同じような感じなんで分かんなくなっちゃうんだ、なかなか分かんないんですよね、うん、でもいつも土肥桜祭りの方が河津桜祭りよりもだいぶ早くから始まる、じゃあ先に咲くってことですかね、ということなんでしょうね、うん、ということで桜にもいろんな種類がございますけれども、ですね、もうお花見の時期ですね、うん、そうですね、もうねすぐに、いや本当そうですよね、うん、また大体お花見しようかっていうとなんか夕方すげえ寒くなっちゃったりとかさ、そうそう冷えるんですよね、お花見寒いから見ようよみたいな感じ、うん、そう、そうそう、ね、そういう時も少し暖かい格好していかないともうたまんないですからね、ビールで余計体冷えちゃったりとかしますんでね、ちょっとメール読んでみたいと思いますが、はい、山川沙央の妹さんいつもありがとうございます、ありがとうございます、圭介さん大作さんこんにちは、こんにちは、今日は食器洗い乾燥機の日、そうなの、そう、どんな日、どんな日2月22日食器洗い乾燥機の日、へえ、よく知ってる ね、 ね、食器洗い乾燥機によって、はい、食後にゆとりができて、うん、つまり全部それに機械に任せればいいから、うんうんうん、ね、夫婦団らんの時間ができるということから、うん、夫婦にっこり2月22日夫婦にっこりの語呂合わせと、なんて強引な、強引だね、うん、でも憧れますって書いてありますけどね食器洗い乾燥機、我が家には食器乾燥機はありますが洗いは手動ですよ、洗いはしない、ね、そういうことね、で洗って乾燥してたから全部だからね、うん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 、要は食器を下げてきて放り込めばいいってこと、まあそういうことですよね、うん、うちにはありませんいよいよ J リーグが開幕しますね、お、そうですね、うんうん、で今日とりあえず22日がですね、はい、あの J1 の開幕ゲームがあるんですけども、そうですね、うん、まあ他ジュビロとか、まあ、金曜日はね、うん、あのフライデーライトっていうのは去年から始まってるのかな、はい、あの金曜日の開催のゲーム、うんうん、で、まあ、ジュビロは明日土曜日、土曜日ですね、ということでホームでもって開幕戦が昇格してきました、うん、松本山雅、はい、ね、ここと対戦ということなんですけど、はい、松本山雅は清水東出身の総理町監督 で、うんね、でこちらは清少出身七海監督の対決ということになります、はい、年齢は9つぐらい多分違うと思うんですけど、あ、そうなんだ、8つぐらいかな、違いますけどね、うんうん、この間なんか七海監督は昔反町さんをご覧になっていていかがでした、いや小学生だったんで憧れてましたみたいなそんな、あ、そっかそっか、そうなんだよね、まあ、反町さんは清水東で、高校総体に優勝したりとかね、うん、そういう活躍があって、まあ、本当に目立った人でしたけれども、楽しみですね、はい、楽しみですね、うん、今年こそはスタジアムへ行って観戦したいと思います、ね、おね、私も、うん、明日取材に行くことになっておりますので、はいはい、うん、記者席から見たいと思います、はい、はい、で、徒歩圏内なのですがっていうのは、これエスパルスの話だね、あ、そっちね、山川サボの妹さんは徒歩圏内、うんうん、だけど近いようで遠いなんて書いてある行ってください、もう来て歩いてってください、ね、歩いていける人って本当すごいですよ、でも普通大変だもん、まあね、シャトルバス乗ったりとか、ね、で駐車場探して、ね、うん、行ったりとかだから、うん、ね、圭介さんも忙しくなりますね、頑張ってくださいということでした、ありがとうございます、頑張ります、はい、はい、ということで、まあ、開幕戦は私あの取材だけなのでジュビロも、うん、開幕戦は喋りませんけど、第3節のホームゲーム、はい、大分との試合を喋るということですね、うん、はいはい、楽しみにしてますね、解説はハローの洋楽番組でもおなじみの望月文夫さんです、あ、はいはいはい、いつもニコニコ望月文夫さんやっていただくということでございます、はい、もう一枚いこうか、はい、ね、こちらは、うん、さすらいの J ボーイかっくん、はい、ありがとうございますこの前も来てましたね、来てましたね、圭介さん大作さんこんにちは、こんにちは、久しぶりに雨が降って春がだんだん近くなりました、そして春というと花粉の季節、うん、お二人は花粉症大丈夫ですか、うん、大作さん大丈夫、俺全然大丈夫、俺も全然大丈夫、うん、全然花粉症の人の気持ちが分かりません、ね、ごめんなさい、本当そう、申し訳ない、本当に分かったふりができない、
分かんないもん分かんないんだから、ね、分かったふりできないんです。先日ラジオを聞いていたら電話で出てきた某役所の方がどんどん鼻声になってきて心配になりました。鼻をすすれないんですね。まあそうだ ね、 そうですね、本番中ね、うん、電話口で鼻をずるずるはなかなかできないもん ね、 ね、噛むのも大変だしね。そうだよね、はい。さて先日静岡新聞の体育功労賞受賞のお祝いの会がありまして参加してきました、うん、やっぱあのこれあれでね、自分各君なんか体育の関係のやってらっしゃるんですね、うんうん、参加した方と再会したのが30年ぶりという同窓会状態になりました、うん、卒業と就職してからの同窓会は楽しいものですが、最近のお二人は行かれましたか？同窓会あった？あ、同窓会ね、うん、もともとがそんなにまだね、年齢的にも頻繁にやるようなあれでもないんで、この間あったような気がしたけどな、行ってないけど僕は、うん、僕は去年幹事長でした。はい、大変でした ね、 大変ね本当に、うん、でも楽しかったです、うん、ね、いいもんですよね、なかなかきっかけがないといかないこともありますが、今回はちょっと好きだった同級生がいたのでドキドキでしたっていう、もう色気ムンムンのですね、 J ボーイカックンですね。ちょっとエロいかもしれないですね。エロいのかな、うん、久しぶりに話をして帰ってきました。当たりますよ、話だけですよ、うん、ね、出会いと別れの春と言いますが、桜の咲く頃というのは日本人にとって格別な時期ですね、というね、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっとリクエストいただいてるんですけども、はい、ちょっと曲がね、この曲にはこの曲がなかった、あ、なるほど、ダジャレですけれども、あの曲にはこの曲があったんです実は、ね、じゃあもう、はい、あの曲で、あ、はい、はい、そうなんですね、はい、あの曲の方を聴いていただければ、はい、さあそれでは1曲目いきましょう、1963年の曲です。ザ・ビートルズ、オールマイラビン、はい、ちょっと春らしいかなということで、オールマイラビン、私の愛情のすべて、はい、情熱のすべて、はい、っていうことですよね、はい、聞いていただきました。伊藤圭介のヘイウエスタン、圭介の酒場放浪壁、はい、ということで、はい、元日本代表吉田光則さんの2週目ということ、はい、そうですね、はい、前回先週はですね、うん、まあ、アジアカップを戦った日本代表、はい、まあ、新しい日本代表についていろいろ伺ったんですけども、うん、今回いよいよ今日から J1 開幕ということで、はい、まあ、特にジュビロについてですね、うん、そうですね、伺いました、うん、結構ねセルジオエチゴ並みに辛口なところもあるんだけどね、そうですね、まあ、それはもう皆さん先週聞いて分かってると思いますけれども、はい、それでは早速吉田光則さんです。さあ大作さん、今週もですね、はい、はんなりさんにやってきました、はい、やってきました、中区元城町アルスパーキング地下1階のはんなりさんから、はい、今週もお送りします、お送りします、はい、で、ゲストは先週に引き続きですね、はい、元日本代表吉田光則さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はですね、まあ、日本代表アジアカップ終わったばっかりの日本代表のことについていろいろ伺ったんですけども、はい、今週はですね、いよいよ、うん、今日から、開幕ですね。今日金曜日ですけど、うん、今日から J1 開幕、うん、はい、ジュビロは明日23日ということになりますけれども、うんうん、はいはい、ちょっとね J リーグについて、あれジュビロについて伺っていきたいと思いますので、はい、吉田さんよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ジュビロ大丈夫ですか？いや大丈夫ですよ、まあ、まあね、去年は大丈夫じゃなかったんで、はい、そう、うん、皆さんにそう大丈夫ですか今年はってすいません、いや、すいません言われるんだけど、うん、でまあ去年のことがあるからこそね、はい、今年はああいう風にはならないっていうのが選手にも監督にもあるんじゃないかなっていう、で選手はさ、はい、ジュビロそんなに変わってないじゃないですか、はい、まあ、松浦選手は横浜 FC に移動しました、はい、でだから中心にいた選手としては一人はちょっと変わりましたけども、はい、で他の選手って変わらないんですよね、はい、うん、で怪我をずっとしていたアダイウトンがもう最後の頃戻ってきましたとか ね、 ね、プレーオフで帰ってきましたね。そうですよね、はい、でムサエフも戻ってきました、でムサエフはアジアカップもウズベキスタン代表として活躍しました、はい、っていうようなことで、なんか
もともといた選手なんだけど去年は活躍できなかったけど今年は活躍しそうだなっていう選手もいたりするっていう状況だとは思いますけども、はい、どうなんですかね。でだ問題だったのは、はい、一昨年、うん、あの J1 の最小失点っていうことで、はい、すごい守備がいいって言われたのが、はいはい、去年いっぱい点を取られてしまってダービーでも6点ぐらい取られちゃったりとか、うん、そうですね、あったじゃないですか、はい、でそのあたりのところが一番、まあ、今年はやんなきゃいけないことなのかなというふうにも思うんですけどね、いかがでしょうか。まあちょっと振り返ると、はい、去年の2018年は10勝して11分け、はい、13敗、はい、得点が35、うん、で失点48、はい、で、まあ、あの補強したところで言うと、大久保君で、うん、アダウィトンが、はい、まあ、離脱したことで、はい、その推進力が攻撃のところでなくなってしまった、はい、っていうとこだけで終わっていいのかどうか、はいはい、でまあ、システムはいろいろ変えてきましたけど、はい、でまあ、基本3で、361だったりだとか、はいはい、いろんなシステムをミラーゲームやったりね、はい、やってきましたけど、僕もゲームを見た時に、うん、たくさんのゲームを見たわけではないので、はい、それだけで、推測で言う言葉かどうかちょっと失礼になると思うんですけど、はい、ただゲームを見た時に、はい、やっぱサッカーっていうゲームの中で、はい、ゲームメーカー、はい、うん、チャンスメーカー、はい、ゴールメーカー、はい、っていうのがあって、うん、でゴールを守るキーパーっていうのが、はい、いる中でサッカーっていうゲームが成立してる中で、はい、自分たちの役割を与えられて、うん、まあ、ミーティングがあるので、はい、その中で与えられた仕事は、うん、まあ、こなせると、うん、でも、はい、それ以外のことが起こった時に、はい、想定外の時に、はい、いろんな対応ができてないと、はい、そういう判断が、うん、僕の中ではゲームを見た時にすごく思ってて、うん、はい、もう少し個人戦術だったりだとか、うん、そういうところを磨いていかなきゃいけないとは思いますね。だからそれがトレーニングで磨かれるのか、うん、っていうとそれはできないです。あ、できないですか。できないです、はい、なのでもともと選手同士が話をしたりだとか、うん、その状況に応じて自分たちが、うんうん、コミュニケーションをどう取るか、はいはい、システムじゃないんですね、サッカーって。システムを除外した中で、うん、自分が、うん、状況を見ながらプレーするエリアを決める、はい、どう走るか、うん、どう守るか、うん、そういうところがすごく大事なので、僕は監督がナナミになった時に、はい、すごくメリットだなと思ったのは、はい、そこを伝えられる監督だと思うんですね、はい、はい、なので子を育てるっていうところで、はい、もう少しクオリティを、うんうん、求めたいなと思いますね。あ、なるほどね。指導というかそのゲームに対してのもっともっと、うん、コミュニケーションは取ってると思うんですけど、はい、より的確に、はい、うん、うん、っていうことが伝えることでその選手を伸ばす、うん、で代表により近くする、うん、またジュビロとしての一員としての仕事をちゃんと全うしながら、うん、はい、結果を出していくね、うんうん、そういう風に、ちゃんと伝えていってもらえればいいのかなと思いますね。なるほどね、はい。僕は個人的な感想としてはですね、名波選手はジュビロに入るまではめちゃめちゃ自由な人だったと思うんですよ、逆に。だからジュビロ入った時にオフト監督にですね、ラボーナを禁止されたりとか、はい、だからそういう要するにもっと基本的なことということをかなり言われてたんだけども、はい、逆に今のチームの中では彼のもともと持ってるこう自由さとか、うん、そういうその発想力とか、うん、そういったものを選手にやらせるような、うん、そのなんていうんですかね、仕掛けというかさ、そういうものを縛らないでやれる、うん、もっと自由な発想でいろいろ
やってみろよっていう感じがあってもいいのかなっていうふうにはいろいろ思ったんですよね。だから勝ち切るか勝ち切れないかっていうところではやっぱり一人の何かの発想がね、うん、思わぬものを生むようなケースもいろいろあると思うんだけども、その想定外のものを、相手の想定外のものを与えるような、うん、そういう誰かがいてほしいっていう感じはすごくするんですよね。なるほどね、うん、そうするとまあ、ディフェンスのラインでいうと、うん、まあ、大南、はい、大南選手、あれです、刈谷出身の刈谷です、刈谷すいません宣伝しますけど、はいはいはいやっぱり帰ってきて、うん、元旦に帰ってきて、はい、いろいろ話をさせてもらって、はい、やっぱりサッカーって厳しいですね。あ、そうなの、はい、でもやっぱりジュビロ楽しくて、うん、まあ、代表関係に行くとすごく楽しいっていうことを言ってて、お前、うん、楽しいじゃダメよっていう話をしたんですけど、はい、でもまあリアリティを持ってね、うん、でももっともっとレベル上げないといけないっていう話をしながら、はい、でもまあ彼貢献してくれると思いますので、うん、でも僕はもう一つテクニカルのグループで、はい、強化部長服部がいてね、はいはい、で誠、はい、秀が、田中誠、はい、鈴木秀と、うん、秀がヘッドコーチでいて、はい、でまあ守備の部分ではね、はい、学ぶことはすごい多いと思うんですね、うん、だから、うん、やっぱりそのやっぱりリーグ戦っていうのは戦い方はやっぱり守備をしっかりしながら、はい、しっかり勝ち点を積み上げるのがリーグ戦なので、うん、はい、まあ、そういうことをしっかり、うん、守備を安定させながら攻撃につなげる、うんうん、カタールがやったことと一緒だと思うんですね、はい、でこう、うん、より良い攻撃をするために良い守備をしっかり、はいはいはい、確立しておく、うんうん、でタスクをしっかり与える、仕事を与えることが大事だと思う、はい、でそこの、まあ、どういうシステムでやろうが、はい、七海がね、うん、監督が、うん、すいません七海って言っちゃいけないです、はい、七海監督がやろうが、はい、それはそれでね、いいと思いますので、しっかり安定した守備から攻撃につなげる、うん、力強さをね、うん、でやっぱりサポーターをちゃんと喜ばせることが我々というか、うん、はい、プロの仕事なので、うん、よりダイナミックに安定したものを見せながら、うんうんうん、期待感を持ってね、そうそう、伝えることが、ダイナミックなところっていうのが、はい、スポーツを見てる人にとっては、はい、一番こう気持ちいいわけじゃないですか、うん、そうすると、じゃあそれをそういうパフォーマンスするためのベースをどこに置くかっていうことでは、はい、やっぱそういう意味ではね、強化部長服部さん、はい、ね、で鈴木デッドコーチ、うん、で田中松さんいて、はい、っていう、だからすごい人が結構いるんですよね。うん、で服部さんなんていうのはデビューした時にダービーで長谷川健太を抑えたそう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 、あれはすごいと思ったの、実況してて、はい、うん、どんなに あの長谷川健太が、はい、抑えられてるよこの子に、はい、っていうぐらいの人ですよ。そうそうそう、だから横丁にいましたからね横丁ピッチで、うん、はい、ボランチで横にいましたから、うん、だからさ、よかったです、そう、すごいね、だから東海大一高の時から見てますけど、いやこの人さ、で東海大に移って、うん、で途中で辞めてジブラ入ったじゃないですか、うん、そう、ほん で俺すぐで出せばいいのにオフトって思ったんだけどオフト監督厳しいから、うん、結構やっぱり下でちょっとちゃんと基本的なところもうちょっとやってからって言って上げて、で上がってからのあの活躍ぶりっていうのはすごかったわけですよ。すごかったね、で、うん、ああいうものをやっぱり今の選手にどう伝えるかっていうのも、うん、強化部長の立場だけど、うん、俺はどんどん言ってもいいと思うんですよ、コーチがいても、うん、だからヒルト選手は例えばセンターバック、あるいは最初右サイドバック出たりしたもあるけど、うん、でもやっぱ服部選手の自分のあれっていうのをさ、ちょこっとさ、そう後ろやってる選手に、うん、別になんていうの、グラウンドで練習してる時はさ立場違うから言えないかもしれないけど、うん、ちょこっとねすれ違いざまに言ってあげてもいいよねって思う。それはやっぱり、うん、その後輩たちのためにはすごいになるんじゃないかなとは思ったね。そうですね、うん、まあ、関わりとしてやっぱりすごい経験を、やっぱりアジアを制したね、はいはい、うん、強化部長だったり監督だったり、ね、はい、コーチだったりするので、はい、そういうところはね、うん、非常に選手たちにとってはすごく
メリットがあるね、言葉をいただければ一番いいのかなと思いますよね。ただ、はい、僕思うのは、はい、ジュビロって、はい、昔は昔って言葉は失礼かもしれないですけど、うん、やっぱりゲームメーカーがいてゴールメーカーがいてチャンスメーカーがいて、はいはい、全てのこう、うん、バランスが取れてて、はい、そこを経由しながらサッカーやってる中で、はい、ってあるんですね、うん、で我々の頃はやっぱりその長澤和明さんがいて、はい、森下慎一さんがいて、うん、はい、ヤンツーさんがいて、はいはい、上さんがいて、はい、山本昌邦がいて、はい、右サイド、ま、鈴木正和さんですよ。あ、そうですね、いやすごいですね、はい、でボランチが長澤和明ですよ、はいはいはい、で右はもっちゃんですよね、望月さん、はい、で左は沖野さん、うん、でトップ下が内山敦さん、うん、はい、で僕もツートップやらせていただいて、はいはい、吉田と宮さんとか志田さんですね、天皇杯勝った頃の、あ、そうです、でも、うん、皆さんやっぱりその役割があって、うん、ゲームメーカーは長澤和明さん、うんうん、でもチャンスメーカー内山敦さん、うん、でゴールメーカーは僕だったり宮さんだったり志田さんだったり、うん、上永康さんだったりだとか皆さんいて、はい、すっごい面白かったんですね、うん、で両サイドから鈴木正和さん、あ、うん、育成の代表監督が両サイドから上がってくるわけですよ、うん、左から山本昌邦さんが上がってきたりとか、そうすごい面白くて、いやみんなだからそういうその指導のトップになるような人、うん、ああ特にサイドバックの人は結構いろんなところで頑張ってるね、すいませんちょっとずれちゃったけど、でもちょっとすごいなと思って、うんうん、そうね、そういうなんていうのチーム個々の役割の中ですごいことができた人がいっぱいその OB の中にいて、でそういうものがやっぱもう一歩こう伝えてほしいところ、うん、そうですね、だから、うん、やっぱり名古屋からグランパスから来て並みをね下って来て田口とかね、はいはい、山田博樹、はいはい、生え抜きのね、はい、ああいう彼らがやっぱり、うん、チャンスメイクゲームコントロールをちゃんとしながら、はい、で大久保、川又、うん、ロドリゲス、うん、アダイウトン、うん、みんながそういうチャン本当にゴールを取る、うんうん、シーンを見たいですね、うん、だからすごくちょっとなんていうんですかね、いろんなシステムある、斜め考えるシステムあるかもしれないですけど、ゲームを作ったりだとか、はい、ゲームをコントロールする人があまり明確ではない、うんうん、そういう中で、うん、全体で動かせる分にはいいんですけど、うんうん、でもやっぱりその現代サッカーちょっと変わってきて、はい、システムが急に変わったりだとかした時に、うん、はい、臨機応変にいろんなこうアドバイスができる、いい悪い別にして、うん、そういうリーダーをねちゃんと作っていかないと、はい、うん、あまりこう前向きにゲームが進まないんじゃないかなっていうちょっと不安が見えます、僕はね、うん、僕は田口選手がですねもっともっとこういろんなことをやっていいんじゃないかなっていう感じしますね、ポジション的にもそうですし、で、まあ、やっぱり年齢的に もういい感じになってきてるん で、まあ、大先輩はいますけれども、大久保選手にしても中村俊輔選手もいるけども、でそこ飛ばしてとにかくシーズン通して俺が中心になるよっていうような感じで彼がやっていくと変わっていくかなっていう気はしますね。あらです、うん、その通りですね。あ、そう、うん、だから今不安って言葉をお伝えしましたけど、はい、そうではなくて、うん、でもそれをね消し去るような、うん、はい、アグレッシブにね、うん、やっぱり田口、広樹、はい、山田ね、うん、で光輝、はい、若い選手がやっぱり、はい、その中央で、うん、はい、ケタロも含めてね、はい、であと大南、はい、うん、その選手たちがやっぱりチームを引っ張る、はい、で鼓舞することがすごく大事かなと思いますね。ナナミイズムなのか、はい、僕はね、はい、ナナミイズム好きです、はい、僕ナナミの監督の下でやりたいと思います。あ、そう、もちろん、ね、でもジュビロイズムもあるし、うん、ヤマハイズムもあるし、はい、でもジュビロってやっぱり山からできてるので、うん、そういうね杉山隆一さんがね、はいはい、我々
の先輩たちがね、はい、継承するものを、はい、アグレッシブにね、はい、攻撃ですよ、やっぱり攻める、守る、はい、しっかりやりながらね、はい、あのやっぱりあの東山から山スタジアム、ジュビロスタジアムになりましたけど、東山グランドね、はいはい、今の山スタジアムのところですけども、伊藤圭介さんもね、はい、あのクレーンで上に行きながら、そうそう、昔はね、だと思うんですけど、ね、あのバックスタンドはただの斜面の金屋みたいな感じで、ね、あれ でメインスタンドはあの、はい、放送席とかないから、はい、あのなんでリフトラで上に上がってそこから喋ったりとか、そういう感じだったんですけど、大作さん、その時に、はい、川淵三郎さんが一緒にいたんですよ。そう、川淵三郎さんはね、クレーンの上にコントラインに乗って、いや僕何回か川淵さん解説していただいて、その頃だからプロ化検討委員会の委員長をされてました。で、古川電工の社員の名古屋支社にいたっていう、そういう感じだったんですけど、もう、すいません、そうなんです、だから それくらい、そう、でまあまあそういうところからのね、要するに今あるのは全てのことがそうなんですけど、あのジュビロだけじゃなくてね、今あるのはこういろんな人がいていろんなことをやって積み重なった上にこうできてくるわけだから、そう、それをもう一回ちょっと振り返りながらやってもいいのかなっていう感じもしますよね。だからジュビロっていうその J リーグになったチームだけではなく、さらにその前もヤマハのサッカーの歴史があるんだよっていう、ヤマハのサッカーの歴史の中で天皇杯優勝したりですね、でまあリーグ戦勝ったりとか、でオフトがコーチできたことによって変わったりとか、いろんなその中でいろんなことがあったわけじゃないですか。でそれなんでそうなったのかなっていうのを振り返ることも必要なのかもしれないなっていう、うん、次の歴史を作るためには、そうですね、そう、あのね、ジュビロになってからの黄金期のあの凄さは分かるけど、はいはい、うん、でもそうじゃない積み上げっていうのもあるもんですから、うん、そこは大事だなと僕は思いますけどね。どうですかジュビロ今年は、分かんないですよね、分かんないですよね、いやというかさ、いろんなところがさ強化してるもんで、はい、でそのと、まあ、それぞれがクラブがね、いろいろやってるので分かんないですけど、でもやっぱりそのお金に値するところがあって、それぞれの金額をもらうわけじゃないですか、はいはい、で僕もまあ現役とかそこそこで、やっぱりそれぞれのタスクっていうのがあって、まあ、それを全うしなきゃいけない、で何でもらうかっていう、意味をちゃんと理解する、はい、ゲームメーカーなのか、ゲームコントローラーなのか、守備的に、僕は守備的には全体のバランスを取るために僕はお金もらってるって思ってましたから、どんなことがあっても自分の体がぶっ壊れようが戦うわけですよね。だからそういう認識だと思いますね。だからサイドはサイドでしっかり自分の仕事をして、その中で自分の価値観を上げつつ、仕事のお金をいただくと、はい、でやっぱりお布団に教わったのはやっぱり我々は仕事だと、はい、どういう仕事をするかっていう、はい、うん、やっぱりそれぞれやっぱり11個のポジションに違うと思いますので、まあそういう中でやることと、あとは僕は七海期待したいのは、はい、そのしっかりと、ゲームメーカー、はい、まあ俊介がいたりだとか、我々がオフトからやっていただいたことは、まあドゥンが呼んでファネンブルグ、はい、スキラッチ、各ポジションで3ラインの中でもう世界のトップを呼んで、はい、仕事を一緒にさせていただいて、そのゲームとトレーニングの中で我々はいろんなもの価値観を覚えてサッカーをさせてもらったと。それを逆に今度いないとしたら七海がどう伝えていくか、はい、どうプレーするかってことをちゃんと伝えて、テクニカルのグループコーチスタッフ全員がそういうことをしっかりと教えていくことがすごくプロフェッショナルのクラブとしてもう一個レベル上げないと勝てないと思いますね。
今プロフェッショナルクラブって言いましたけど、うん、要するに七海監督がやってるのはチームであって、うん、クラブっていうのはもう一個上の形組織なんで、はいはい、でそうするとねクラブフロントがやっぱりシーズン通して、うん、やっぱり最初前半まあまあうまくいってないなって言った時に、うん、じゃあこのあとこのポイントでもって ここでもってどうすんのっていう、はい、例えば補強だとか、はい、そういったことを考えていかないと後手に回っちゃうから、はい、結局立て直すことができないじゃないですか、うん、で大体、まあ、夏ぐらいが真ん中で、うん、そこから先でどう変えるのかっていうことをねやっぱりクラブとしてやっぱり考えていかなきゃいけないっていう、はい、そこはすごい大事だと思うんですよね、うんうん、で監督はね、まあ、七海監督はもう6年目になりますけれども普通はさ大体、ね、3年ぐらいなんですよね、はい、やってもね、うん、そうするとねクラブとしてこのクラブどうしてこのチームどうしていくのかっていう構想がきっちりできてないとで監督って変わる可能性はあるわけだからそうすると監督が変わってもクラブとしての屋台骨はこういうふうにできていくよっていう補強だとか新人だとかっていうことをやっぱりやるべきだとは思いますけどね、はい、うん、そうですね、うん、でそのチームの戦い方、はい、プレーの仕方、うん、で誰がついていくかっていうと、はい、もちろんサポーターもそうなんですけど、うん、株組織もそうですよね、はい、はい、そこ大事だと思うんですよ、ね、すごい大事です、ね、うんうん、どういうプレー見て2002年1年2年、うん、はい、あの時には、うんうん、僕も座席 してましたけど、はい、もうアジアを制した、うん、ね、うん、トップチームを見て、うん、やっぱりあのサッカー、はい、クラブに行きたいっていう子供たちがやっぱり増えるわけですよね、うん、家族もいて子供だけじゃなくて家族もサポートしていく、うん、はい、やっぱそういうクラブになるためにね、はい、でやっぱり彼がまあ、彼七海がね、はい、存在してたわけですから、うん、そういう中でね、うん、ぜひそういうふうに向かって頑張ってもらいたいなと思いますけどね、うん、そうですね、うん、やっぱり、まあ、今年ねそのなんだかんだ言っても結果をねやっぱ求めながらやっていかなきゃいけない絶対去年のようなことはないようにしていかなきゃいけないっていう中で、うん、じゃあそうするためには何が必要なのかっていうのをその時その時でもってクラブ全体で考えないと、うん、その七海監督がやってることがうまくいった時にこれはいいよっていうの当然あるんだけど、うん、でも行かない可能性ってあるんですよね、まあ、そうですね、うん、その時にどうやってクラブのフロントがそれをサポートしていくのかっていうことだと思うんですよ、うん、そうですね、うん、グランパスはあの大きなお財布を持っていて、はいはい、お財布がね大きいそうですね、まあ、ジュルのさんお財布は分からないんですけども、はい、まあ、そういう時にね、うん、補強っていうのはお金がかかりますから、はい、でも来シーズンのことを考えればね、はい、その急遽 しなければいけない、はい、財布を開けなきゃいけないと、はい、でより的確にそのいい人材をしっかりやっていくことと、はい、うん、でも、まあ、まあそれを含めながら育成のところはね、うん、本当にしっかり、うん、判断してプレーできる決勝で、はい、カタールに、はい、サッカーをしながら自分が考えて一人一人が受けるような選手を育てなきゃいけない。あ、ちょっと待ってください。今週もですね、アディショナルタイム5分いただきます。はい。延長です。はい。すいません。とは思います。はい。だから同時並行ですよね。だからクラブの経営もありますし、やっぱり強化していかなきゃいけない選手の育成がすごく大事ですね。それやっぱりその一つのクラブのその形っていうね、そのある意味の理想があると思うんですよ、うん、でそれをやっぱりその中にいる人がね、はい、どれだけ考えられるかっていう、例えばやっぱり僕はやっぱり、まあ、お財布は大きいですよ、アントラーズも大きいし、はいはいはい、レッズも大きいし、うん、大きいお財布を持っていますよ、フロンターレもそうですけども、だけどクラブの構想っていうのが一番やっぱ大事になってるんですよ、はい、そうですね、で、うん、だからお金あるけどもそのお金を有効に使うっていうことでもあると思うんですよね、はい、うん、そうですね、うん、だから一番簡単な結果が出てるのが、はい、カタールですよね、カタールカタールはカタールお金もありますよ、いやいや、でも2000、まあ、2022の、はい、カタールワールドカップありますね、はい、でもそこにサンチェスを選んだ、はい、しかりですよね、そう、だから我々が
かあの日本サッカー協会が川口さんが、はい、ハンスオフトを1992年ですか、はい、ハンスオフトを、はい、初めてプロ、はい、日本代表、はい、監督として招聘したと、はい、ここ一緒じゃないですか。そうだね、はい、ターニングポイントは、はい、はい、ターニングポイント日本はあの辺ターニングポイントで、日本はあそこはあのフル代表もそうですし、はい、であとそうユースのところも、うん、ジュニアユースから継続して例えば加藤久さんをやっていくとかね、うん、そういうような形の、まあ、西野さんかが結構ね、うん、やってた、でああいうようなこう先を見据えた形の、うんそうですね、うん、采配っていうのを、はい、やっぱ協会が振るっていくっていうのは大事だと思いますよね、はい、うん、だからそれが協会会レベルとクラブでもできると思うんですね、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、だからそのクラブの育成、うん、まあ、エスパルスがね、はい、非常に株組織いいですよね、はい、そうですね、はい、うん、でジュビロも瀬戸大志が頑張ってますからね、ああはい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 、はい、そうそうそう、瀬戸大志コーチは昔取材させていただいたこともありましたそうそう、うん、でも取材した時にいっぱいあの清水の美味しいラーメン屋を教えてもらいましたしだってあの人そういうの好きなんだもんでも、まあ、あのジュビロはあの七海が今回 の、はい、あのプレーオフを、ね、はい、含めてサポーターからやっぱりいただいた、うん、あの応援とで結果をね、うん、あれをあの、うん、シーンをしっかりあの、はい、刻んでると思いますので、うん、それに対してね、どういうふうに、はい、あのチームを作り上げて、はい、うん、いいシーズンをね、はい、ちゃんとサポーターの方に届けるかどうか、うん、はい、はい、まあ、それもね検証しながら、はい、あのいいシーズンを迎えてもらいたいと思います ね、 すね、僕は、うん、楽しみですということで、はい、私も今シーズンはハローで、はい、あの実況する機会も何回かあると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、僕も聞きたいと思います、はい、そうです。であの吉田さんがあの若い頃に、はい、そのパンツの下にどんなパンツを履いてたかっていう話をですね、まあ次の機会にですね、ぜひいろいろ伺いたいその裏話を、ね、内緒です絶対聞くから ね、はい、ということで2週にわたって吉田光則さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、というわけでね、はい、あのいよいよ J リーグは、まあ、うん、今日開幕、そしてジュビロの試合は明日ということで、はい、明日はヤマハスタジアムで、うん、ジュビロと松本山雅の試合が、ございます。どうなるのか、はい、まあいろいろね、うん、こう事前には我々もいろんなことをくっちゃべってましたけれども、うん、もうとにかくやってもらうしかないという感じなんです、うん、そうですね、うんうん、で、まあ、私もですね、まあ、3節は喋りますけども、はい、あの中村俊輔式サッカー観戦術というのがですね、これ3月1日発行なんですけど、私の手元にはもうあるというですね、いや本屋さんにたまたま置いてあったんで買ったんですけどもあのワニブックスプラス新書という新書版、はいはい、で中村俊輔さんがですね、うん、戦術とか個人技とかセットプレーとかもういろんなことを、うんうん、あのサッカーのそのゴール以外も面白いっていう観点で解説をしている本なんですね、うん、はい、でこれを参考にしながらいい実況ができたというふうに思います。はい、はい、ということで、吉田光則さんに出ていただきましたけれども、来週再来週はですね、はい、掛川のキウイフルーツカントリージャパンの平野正俊さんにお越しいただきたいと思っていますので、楽しみにしてください。酒場放浪壁でした。ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。架空知恵袋、はい、ということでいただいておりますのでですね、伊藤さん、平野さん、こんにちは。ラジオネームうさまるですという、はい、来ましたね、ここのところ ね帰ってくださって本当ありがたいですね、うん、はい、今週はやや暖かな日が続いていますね、うん、そうだよね、変な雨も降ったのでうちの車も汚れてしまいました、うん、お二人は洗車はしますか。いや、洗車あんまりそんなにはしない
そうですね。結構僕こまめに定期点検とか出すんで、うん、あのそういう時に綺麗に帰ってきてよかったなって、うん、洗ってもらうっていうね、うん、そう、うん、実は自分ではあまりしてないんですね。うちは主人が洗ってくれるので甘えちゃってます、うんうん、大作さんは洗う？うちはね、あ、僕うちもそう、点検の時とか、うんうんうん、まあ、あと本当に汚れたらね、うん、スタンド持ってって、あ、スタンドでね、うん、なるほど。とここのお宅はね、宇佐丸さんご主人はやってくれるんだね、うんうん、素晴らしい、ね、うん、男の人ってドアの内側やトランクの内側の接合部分まで細かく洗ってくれますよね、うんうん、すいません、車のこと詳しくなくてって書いてあるんですけど、あ、そう、まあ、それは車好きな人はね、そこまでやるんでしょうね、うん、うちの近所にもいるもん、ものすごくこまめにね、うん、いつも、しかも何台も車持ってるのにね、なんかずっと休みは必ず洗ってるよねみたいな感じの、そうですね、うん、すごい方もいる。ああいうエンブレムのとこ綿棒で洗う人もいますからね。ああ、細かいところカスが入っちゃう。ああ、そっか、それもすごいね、うん、自分の体でもそんなに綺麗ですよ ね、 そうそう本当に。洗ってくれるといえば、はい、この車じゃないんだね、ほう、洗ってくれるといえばスキンシップは、うん、お風呂が良いとよく言います。ほうほう、そっち来たね、やっぱりね、来ましたね。触り合うのも、いや、もうちょっとなんか触れ合うとかないの？触り合うって書いてあるんですよ。触り合うのも、うん、普段の話をするのも、うん、お風呂はとてもいい場所な気がします。うん、ね、うん、お二人は奥さん彼女さんと入ることはありますか？いや、ないですね。いや、ないね、うんうん、ありませんね。嫌だよね、うん、もうね。いや、もうねって、一緒には入りたくないよね。本当に、うん、そう、本当にねえ、そう、お宅は宇佐丸さんとこは、そう、まあ、一緒に入ってるのかな。そうじゃないのって、一緒に入って旦那さんにいろんなとこ現れてるってこと、うんうん、気がしますって書いてあるからちょっとどうかわからないんだけども、うん、いろいろ現れてる、車のように。あ、旦那さんね、うん、車を洗うのもね、うん、丁寧だからね、うん、うん、だからきっと奥さんも洗ってくれるいろいろね咳が出ちゃいましたけど、うん、ね、そういえば先日、はい、検診に行った主人、うん、高血圧と診断されていました。うん、美薬与えたら倒れそうですよね。最初はどうもなんか旦那がなかなか損気にならないんで、うんうん、その美薬がどうのこうのって話から、うんうん、まあ、何回か前からですね、この宇佐丸さんくださってるんですけれども、うん、それやっぱり血圧高いとですね、うん、ちょっと危ないかもしれない。ちょっとね、うん、あんまりこうなんていうの、血流良くなりすぎちゃったりとか、うんうん、そういうのは良くないかもしれないな、うん、ねえ長いお風呂も良くないかもしれないね。あ、そうですね、血圧高いと。そうか、まずは健康にならないことにはね。そうだね、うん、でも検診に行ってそういう診断をされたんでしたら、うん、多分じゃあ朝1錠飲んでくださいねみたいなね、はい、血圧の薬をいただいたりとかするんで、うん、そういうのは真面目にこう飲んどいた方がいいと思うんです ね、 そ、 うですね、それで抑えることが大事なんじゃないかなというふうに思いますけれども ね、 うね、うん、まあ、あと美薬っていうふうにいつもあの宇佐丸さんは書いてるんでとってもいやらしいんですけども、はい、あのいやらしい、うん、美薬っていうよりもだからいろいろこう健康食品でこうなんかそういう方向にも役に立つようなものっていうのが結構あるんじゃないかなと思うん で、 ですか、ね、そういうのをちょっとね、うん、あると思いますよ。まあ亜鉛は違うよね鉄とかさいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、のいろいろね、うん、亜鉛は多分ね舌の感覚がおかしくなった時に亜鉛なんか飲んだ方がいいって言いますけどね。そ、味覚がちょっと感じなくなった時に亜鉛なんかをと飲んだ方がいい。味覚感じないってもうやばくないですか。うん、やばいけど、でも料理人の方でも、うん、やっぱずっとそうね、お仕事の関係でそういうようなことで、ほんほんほん、あれちょっと味覚が変みたいなとはあったりするとは思うんですよ。ほんほんほん、そういう時にどうやって治すかっていう、結構亜鉛を飲んだりとかねしたりするんですけども、まあ、これそっちの方面の話ではないので、この宇佐丸さんの話は、うんうん、亜鉛じゃないです。はい、なんだろう、なんでしょう、なんかあるんですかね。もう僕、うんね、僕もその辺はね、僕まだお世話になってないんで。あ、そうなん。うん。なんかその自分だけ現実その何その自慢みたいな。いや自慢っすよ。自慢なの。そう。あ、そうですか。ここのご主人は大変だよ、うん、そうですよね。血圧高いんだから。
だご主人はなるべくその過度な運動は避けるというようなことで、はいはい、あの宇佐丸さんの方が頑張って、ああじゃあちょっとあれですね、宇佐丸さんも欲求不満になっちゃうね。いや宇佐丸さん自分がだから頑張ればいいの、頑張ればいいの、旦那寝てればいいね。あそうね、それはそれ笑えるようで笑えないけれども主人が笑ってそう言っていましたという話ですけどもね。はい、まあ、幸せでしょう。でも宇佐丸さんはね、こんなことばっかり言ってんだから。本当だね、うん、平和だね、うん、でだんだんねもう今春めいてきたから、うん、結構宇佐丸さんもですね、はい、だんだんこうムラムラしてきてるところだと思うので、だんだん開放的になってきてね、こんな時にムラムラしましたということがあれば、うん、また一つね報告をいただきたいというふうに思います。はい、私と大作さんで楽しませていただきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、さあそれでは本当に春めいてきたので、はい、まあ、さっきはビートルズの All My Loving ということだったんですが、うん、今度もまたビートルズで行きたいと思います。やっぱりラブがつくんだね。 She loves you。 さあお時間の方なくなってまいりましたけれども、はい、大作さんの方からありますか、うん、お知らせ、はい、お知らせはね、はい、3月入ると、はい、ホワイトデーがありますんでね、はい、3月14日、ホワイトデーですよね。ホワイトデーですよ、でぜひぜひお返しでねお花を送ってはいかがでしょうか、うん、いいんじゃないですか、ね、あのお返しじゃなくても何をもらってなくても、なくてもね、なくても、うん、あなたからホワイトデーに花をというね、ね、そしたら付き合えるかもしれないから、うん、そうだよね、ね、何があるか分かんないから、ね、うん、何があるか分かんないから、うん、とにかくお花を、はい、で3月14日ホワイトデー、ホワイトデーなのでね、そうですね、うん、もう今2月22日ですから、もうどうせすぐですよ、はい、そうそう、だってもう来週の金曜日が3月1日なんですから、うん、早いな、あっという間ですからね、うん、一つ皆さん、はい、頑張りましょう、気張りましょう、春ですから、はい、春ですから、ね、2月22日は、はい、にゃんにゃんにゃんの日です、あ、猫なんですけど、これね、はい、にゃんが一つ多い感じがしました、すみません。はい、今日なんか本当いろんな日みたいでね、はい、まあ、その猫の日っていうのもあるんですけど、うん、猫はまあ分かりますよ、だから、ね、これは割と新しいんだよね、うん、1987年なんで、うん、もう私社会人だったからだいぶ経ってからですから、はいはい、ね、うん、さっき出てきたあの食器洗い乾燥機の日とかもあったんだけど、はいはい、ヘッドホンの日とかあるんだよ。ほう、でヘッドホン、なんだろう、左右2チャンネルの出力をヘッドホンが持っているっていうことで2が重なる日っていうことらしいんだけど、はあ、うん、そうなんだ、マニアの人は今僕らヘッドホンして喋ってますけ ますけどね、何も分かってません、うんうん、あとなんかおでんの日っていうのが、ほう、なんかおでん、ふうふうふうって息を吹きかけるって食べるらしいけれども、はい、まあ、いろんな記念日ございます、はい、でまあ、そういう記念日に引っ掛けて、うん、皆さんお花を送りましょうみたいな、 そうですね、そういうことがありだと思いますんでね、ぜひぜひ、はい、ということですも、でも本当にですね、はい、あの暖かくなってくると、うん、こう皆さんスポーツとかではなくても自分たち その生活の中でも動きが軽やかになったりとか、うん、まあ、そうですね、活動する範囲が広がったりとかね、うんうんうん、ちょっとアクティブになってきたりとか、うん、すると思うんですけど、うん、ちょっともうすぐあのじゃあ春休みになるという人もいるんで、はい、春休みとかもね、いろんなところ出かけてまたこちらにメールとかいただけるとありがたいなっていうふうには思いますけれども、ね、うん、ただね、みんな今、はい、花粉症の方が多いから、あ、そうなんだ、やっぱりね出ないかもしれないですよ。僕らは平気だからいいんだけど ね、余裕だけどね、平気だけど歩くの嫌いだよね、大佐さん、ね、歩くの嫌だよ、はい、全てのメールなんですけども、はい、hey@fmharo.co.jp でお待ちしております。花粉知恵袋、それから、あれですね、お花のプレゼント、はい、そうですね、こちらもぜひいただきたいというふうに思います、うん、もちろん今日も紹介しましたけれども普通のお便りもお待ちしております、うんうん、はい、普通のお便りでも、それから花粉知恵袋の問題でも、うん、まあ下の方でも、どっちも下の方でも大丈夫です、何でも OK、 何でも OK ということでお待ちしておりますのでよろしくお願いします、はい、でも全面的にそういうネタばっかになっちゃうとまずいかなと思いつつ、うん、もう真ん中のね、あの酒場放浪壁は、うん、酒場放浪壁と言いながら、ね、真面目にね、真面目にしっかり取り組んでおりますので、うん、一つご支援をよろしく、はい、あ、まあ、選挙じゃないですけどご支援をよろしくお願いいたします、はいはい、はい、ということでお相手伊藤圭介でした、さよなら。